こんにちは。2018年10月16日です。3泊4日道央の旅、今回が最終となります。最初の資格加味させていただきました。道の駅の御の湯でちょっとお話しさせていただきました。長崎の方がいらっしゃったんですが、その方とまた今度、最終日に南富良野道の駅で、一緒になりました。車で走ってまいりましたら、キャラバンのハイルーフが見えました。珍しい車だったんで、ひょっとしたらそうかなと思いまして、ぐるっとこう回って横につきましたら、やはり後ろの方にステッカーが貼ってまして、長崎ナンバーだったんで、間違いないなということで、おりまして、そしてお話しさせていただきました。向こうも広い北海道、偶然このように、一緒になったのは本当に珍しいですねということをお話しさせていただきました。それでまあ近くに温泉施設があったんで、私はそこで入ってきましたんで、こういうところありますよということで、紹介させていただきまして、そこに行かれたようです。帰ってまいりましたから、車の中で情報交換でもいかがですかということで、ご主人だけ車の方に、乗ってきまして、それで2時間ほどいろいろお話しさせていただきました。車の話、それからずっと長崎からどんどん北上して、北海道をぐるぐる回って U ターンして、また長崎までゆっくり帰っていくというパターンです。それでその道中の話もいろいろ聞かせていただきました。車の中はいろんな装備がたくさんあるんですが、発電機を積んでたんですが、ちょっと容量が合わなくてですね、発電機の容量が1000ワットだったと。そして電子レンジが入力が1500ワットの入力が必要だったんで、これがなかなか動かなかったと。あとのやつは全てサブバッテリーのインバータ関係で全て作動して、電気ポットまで作動させてきたということでした。ただ車の暖房がこれほど北海道がこの夏の時期寒くなるということは想定外だということで、FF の暖房機はつけてこなかったということです。それでこれからつけてみますよというようなお話されてました。それで次の日どこ行きたいんですかというふうにお話ししましたら、富良野の北の国からロケ地に行ってみたいということだったんで、私もここ行ったことがないんですよ。それでご一緒させてくださいということで、午前中だけ一緒に歩かせていただきました。この北の国からこのロケ地まで、長崎の方が先導して、走っていかれまして、3つほど見るとこがあるんですよ。それで1箇所見ると500円かかりますよと。そして3箇所まとめますと1200円に割引されますよということでしたんで、どうせ来たから3箇所見ようということで、申し込みました。1箇所目は拾ってきた家というとこです。それから、丸太小屋、それから五郎の石の家というところに、向かわさせていただきます。今映っているのが、2回目の丸太小屋のとこだと思います。ちょっと私このドラマあまり見てませんでした。ドラマが放映されてるなというのは分かってたんですけども、北海道にいて北の国から今更見てもと思ったんです、当時は。それで見てませんでした。後から見ましたら視聴率がすごい上がってたということで、話題になってました。それでこの北の国からというドラマとこのロケ地があるということを知りました。ここの場所は周りに何もないところなんで、ずっとこのロケセットを置いておいても別に支障はないということで、このままずっと置かれているようです。一箇所の入場は500円と、その収入によって、この施設が維持されて、いるようです。結構年月が経ってますので、かなり傷んでいるというか古い、感じがします。田中邦衛と、竹下恵子だったかな、若い時代の、写真も飾って、おりました。
まあ、それほど大きい建物ではありません。まあ、多分写真で写ると非常に大きく写るかもしれませんが、実際はそれほど大きな建物ではありません。林の中にこうあります。夏ですともう緑の木々に覆われて埋もれてしまうようなところだと思います。今ですとちょうどあの葉っぱが枯れてきたんで、見えるところです。で結構この3箇所なんですけども、車で行ってから歩くんですよ。最初の1箇所目はそれほど歩かないんですけども、最後に行きました丸太小屋、ここはかなり歩きます。今映ってるのがこの2回目のとこの、ごめんなさい、間違えました、丸太小屋じゃなくてゴロの石の家がかなり歩きます。今これ映ってるのは丸太小屋なんで、まあさほど歩かなかったんですけども、まあ、結構アップダウンが厳しいので、体力が結構いるんじゃないかなと思います。ここにはいろんな、こうロケセットが用意されています。北のガーデンだったかな、それをフランドで撮影されたんですが、それのセットもここに置かれてました。ここで撮影したのか、ここに移設してきたのか、ちょっと、それは不明なんですけども、そのようなものを、見ることができました。まあ、このドラマをご覧になった方は非常に昔の懐かしいなという思い出で、があるんじゃないかなというふうに思います。今これが映ってますのが、丸太の、ゴロの石の家に向かうところです。展望台もあります。結構な距離があります。結構と言いましても1キロぐらいあったんじゃないかなと思うんですけども、上の方に登ってきますとこのような石造りの家があります。今日は 日が照ってまして、この石が温まってたんですよ。それでカメムシっていうんですかね、それがものすごい量いました。この石の壁にへばりついてました。床も天井ももう虫がいっぱいということで本当に驚きました。後からこの食堂の方で、うどんを食べたんですけども、その時そのスタッフの方が今年はこのカメムシが異常発生してものすごいですと、さらに今回その地震とブラックアウトの大停電のおかげで SNS にいろんな情報が流れましたと、それによって全然人が来ませんということです。行った時も確かにガラガラだったんですよ。それでまあどうぞごゆっくりゆっくり長い時間いて結構ですからと言われまして、まあ、結構いろいろお話しさせていただきまして1時間ほどいたと思うんですけども、さすがに観光客が今年は全然ブラックアウトからはダメだということのようです。ここは展望台も兼ねてます。じゃあ展望台から何が見えるのかと言いますと、ちょっと高いところに登りましてこの五郎の石の家が見えるだけです。これが展望台から撮った写真なんですけど、ただこういうふうに見えるだけということなんですけど、まあ風景を見るということではないようです。それからこのような古い家もあります。これも何かで使った家でドラマに出てきたと思うんですけども、まあ結構雪が積もると思うんですけども、別にその潰れることもなく、朽ち果てることもなく、まあ、ある程度管理がされているんじゃないかなというふうに、思われるところです。このようなところをどん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 降りていきまして、また車のところに、戻ってまいります。これはタウナスだったかな、これボンネット型のトラックなんですけども、これも確かドラマで出たと思います。このトラック走っている時は私見た、記憶があるんですよ。ここがうどんを食べたところです。ここのスタッフの方がもうゆっくりしててくださいというふうに、おっしゃってくれました。本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。失礼いたします。